サムライ革命にようこそ本チャンネルは日本文化最高を目的とした放送番組ですジャパン・ルネッサンスを通じて400近くの動画をアップロードしてきましたがこの度そのまとめをサムライ革命と題してまとめることにしました。そののの目的は、この動画サイトで論じてきた日本文化最高のテーマを まとめ直し、和光堂の将来計画のための参考資料として、簡潔にまとめ直したいという考えがあったからです。参考となるテーマは満載ですので、日本の星を目指す和光堂はぜひ見直さないで、ご視聴のほどよろしくお願いします。まだ世界が欧米諸国の植民地である頃、日本はこうした国々に対して果敢にも戦争を挑み、一時的なものでしかなかったが、アジア解放に成功した。 これは、それまで欧米が拡散していたアジア・アフリカの植民地化政策を覆す画期的な出来事であった。戦後、これによってアジア・アフリカ諸国は独立を獲得し、日本に大変感謝したのである。しかし、第二次大戦が終わり、平和な時代が来ると思えば、米国は勝利後、国連という彼らの世界制覇の道具を巧みに使って、 その後も10年単位で新たな戦争を起こしその度に多くの人々それも西欧社会の人ではない人々が殺されていったまさに米国の巨額の戦争ビジネスのために戦争が必要であったのである戦争を起こすためにはその口実が必要でありそれがイデオロギーであり今回は共産主義 VS 自由民主主義という構図であった第二大戦後 まずそのターゲットとなった場所は朝鮮半半島島である半島は東西に分断され同じ民族がイデオロギーのために互いに殺し合うために陥ったのである北朝鮮の裏にはソ連中教が韓国の裏には米国がついて互いにその正義のために戦争を行い互いの正義のために戦争を行い死に多,くの多くの人々が死に多くの武器が消費され 米国軍事産業が巨万の富をものにしたのである一体この戦争は朝鮮人のための戦争であったであろうか全くそうでない今度は場所を変え1964年に勃発したトンキン湾事件をかけに南北ベトナムの間にまさしくも朝鮮と同様に共産主義 VS 自由民主主義という構図の戦争が展開し多くの ベトナム人が亡くなり結局敗退した米国はここでも第二次大戦以上の軍事費を消費し軍産複合体を大いに潤したのであるさらに場所を変えヨーロッパの端バルカン半島でユーゴ・スレビア崩壊とそのための各国独立戦争が1991年に勃発するこうして悲惨な民族間の殺し合いがまたしても共産主義 VS 自由民主主義という構図で展開された。崩壊したユーゴスラビアは共産主義を放棄したこの頃から共産主義というイデオロギーの化けの皮がはげ近代国家では次をしない考え方であるということが明らかになったこうして共産主義 VS 自由民主主義という構図の戦争は終わったと思いきや今度は米国の職種はイラクへと向かいまたしても両性を引く戦意を 独裁政権というプロパガンダとクウェート侵攻という甘い汁をぶらつかせて破局へと追い込みカオスのイラクと軍産複合体を潤す巨悪の軍事支出を行ったさらにその職種は国際金融マフィアに反対するプーチンを叩きのめすためのスケープゴートとしてウクライナ戦争を弱わさせ 汚れた政治家ゼレンスキーを一躍ヒーローに押し上げてロシア弱体化と再び戦費支出をペンタゴンは実現させている今アジアも気が臭くなりつつある台湾危機である米国はシナに還元を浪し台湾侵略を促しまたしても巨悪の軍事支出を日本台湾に強制しようとしている。 我のの本質がこうしたた。戦争の歴史を見れば明らかになったもはや英米諸国のこんな諸行では世界に平和は永遠にやってこない我々の千訓は西欧の ABCD 経済ブロックの中で大東亜共栄圏の夢を旗印に果敢にも自尊自衛の戦争を西欧列強に達して臨み敗退したその手札は非常に稚拙であって 負けるべくして負けたのは大きく反省しなければならないが、当時の西欧列強が世界を植民地化して勝手気ままに振る舞っている行いに対して、脳を突きつけた日本人の勇気は、世界において称賛されるべき歴史上の出来事であった。そして満州、中国の領土ではない、において満州帝国を検設し、 今までのの西欧列強の植民地主義とは異なった。日本指導ではあるが五族共和という各民族が平等の立場で国を建設する理念の国を強力に推し進めたことは世界歴史上これもまたまれに見る畏敬すべき出来事であったと言えようそして千軍が第二次大戦において求めたのはこの考えをアジア全体に広めるという 壮大かつ意見すべき考え方であったことをワコード諸君は理解してほしい大東亜共栄圏とは西欧列強からの民族差別白人優越といった卑しい考えではなく日本指導の下各国が独立しその植民地的状態からの解放を目指した戦争であった戦後米国は GHQ を使ってこれを払拭するために東京裁判やマスメディア教育を使っての全面的否定の 作法を展開したのである第二次大戦後大英帝国が疲弊すると日本の戦争に啓発されたアジア・アフリカ諸国は次々と独立戦争を起こし世界に名をはす英雄を輩出したナセルスカルノネイルなどそうそうたる大政治家たちが集まりそれをあの地頭が指導して非同盟諸国という西欧列強に枯する第三グループの政治集団が結成されたことは 注目すべき出来事だったと言えよう。バンドン会議ではビルマセイロンインドインドネシア及びパキスタンの各国首脳の招聘のの下に1950年4月18日から24日までバンドンでアジアアフリカ諸国が会合した主催諸国のほかに次に述べる24カ国が会議に参加したアフガニスタンカンボジア 中華人民共和国エジプトエチオピアゴールドコーストイランイラク日本ヨルダンラオスレバノンリベリアリビアネパールフィリピンサウジアラビアスーダンシリアタイトルコベトナム民主共和国ベトナム国イエメンの総勢29カ国である。 しかし国際金融マフィアの反撃は熾烈で戦後の成果は逐次破壊され世界に直せる愛国の虚勢は米国の権謀十数によってあらぬ汚名を着せられ抹消され続けている,抹消され続けている今こそそうした米国による優越した軍事力を背景とした世界覇権という馬鹿げたたくらみを払拭し 西欧に代わって世界に平和を批判する。政治的軍事的同盟を結成すべき時に来ている。西欧の目指す。白人中心の植民地主義グローバリズムは地球にとって弊害以外の何物でもなく、インドを中心に。日本台湾、asean 諸国。そしてアラブ。アフリカ諸国はその実現阻止のため集結。立ち上がって。 平和な素晴らしい地球の未来を実現する新しい政治集団を結成すべき時にあるそれでは次回の解説をお楽しみにさようならチャンネル登録よろしく